人殺し双子六兵衛は臆病者と言われていたこれこれだからという事実はない誰一人として彼が臆病者だったという事実を知っているものはないがいつとはなしにそれが家中一般の定評となり彼自身までが自分は臆病者だと信じ込むようになった。 少年の頃から喧嘩や口論をした試しがないし、危険な遊びもしたことがない。犬が嫌いで少し大きな犬がいると道を避けて通る。乗馬はできるのに馬が怖く、26歳になる今でも夜の暗がりが恐ろしい。ネズミを見ると飛び上がり、蛇を見ると青くなって足がすくむ。これらの一つ一つを挙げていっても、 臆病者という概念の証明にはならない。それは感受性の問題であり多かれ少なかれ大抵のものが身に覚えのあることだからだ。この話の出典は「返事録」という古記録の結本で「越前家」という文字がしばしば見えるし「劉正院様五百年記とか「丹元公昭安公五両の地なり」などという記事もあるから。 調べようと思えば、藩の名を探すのは困難ではないだろう。当時の越前には、福井の松平、鯖江に真鍋、勝山に小笠原、鶴賀に堺、大野に土井のご飯があった。けれども、越前家と一口に呼べるのは、まず福井の松平氏だと思うし、たとえそうでないにしても、話の内容にはさして関係がないから、 ここでは福井藩ということにしておきたい。返事録によると双子家は永代お堀支配という役で、家録は180石35人ぶちだとある。城の内堀外堀の水量を監視したり、泥をさらったり、石垣の崩れを修理したりするものらしい。後にこれらは不審奉行の管轄に移されたが、 双子家の永代お堀支配という役はそのまま据え置きになった。要するに何十年か前双子家は名目だけの堀支配で実際には無役になってしまったのだ。そして誰も気が付かなかったのかそれとも永代という文字に意味があったのか六兵衛の代になっても役名だけで実務なしという状態が続いていた。 この出来事が起こった時、彼は26歳、妹の金は21歳であった。父母はすでに亡くなり、わずかな男女の雇い人がいるだけで、兄弟はひっそりと暮らしていた。六兵衛も独身、妹の金も未婚。家族や治癒もあったのだろうが、兄にも妹にも縁談を持ち込むような人はいなかった。筆者である私には、 このままの兄弟を眺めている方が好ましい。当時としては根気を逃した兄弟が世間から忘れられたまま安らかにつつましく生活しているという姿には言いようもない人間的な深い味わいが感じられるからである。だが話は進めなければならない。お兄様、どうにかならないのでしょうかと彼は言った。 私、もうつくづく嫌になりましたわ。妹が何を言おうとしているか、六兵衛はよく知っていた。それは周期的にやってくる女の不平であり、女の愚痴であった。今日はね、と彼は話をそらそうとした。わけべさんの門の前で喧嘩があって、お兄様。彼は兄の言葉を容赦もなく遮った。あなたは、 私の申し上げたことが聞こえなかったんですか。いや、聞いてはいたんだがね。喧嘩のことが頭にあったものだから。私、もう二十一ですのよ。おお<ー>彼は目を見張って見せた。二十一だってそれは本当かね。私もう二十一です。ついこの間まで人形と遊んでいたようだがね。 お友達は皆さんお嫁に行って、中には三人もお子たちのいる方さえあります。それを私だけが、まだこうして、白羽のままでいるなんて、恥ずかしくって生きてはいられませんわ。食べないかねと彼は言った。この菓子はうまいよ。この菓子はうまいよ。金は意地悪く兄の口真似をした。お兄様には、 そんなことしかおっしゃれないんですかこの辺で泣き出すんだ。これが何よりも苦手だ、と六兵衛は思った。けれども、金は泣かなかった。顔をこわばらせ、すごいような目で兄の顔を睨みながら、ふるふると唇を震わせた。お兄様にも嫁に来てがなく、私にも一度として縁談がございません。 と金は言ったなぜだかご存知ですか?」。そう言うがね世間にはそういうことがなぜだかご存知ですか六兵衛は黙り「もしも女というものがみんな妹のようだとしたら俺は一生独身でいる方がいいな」と心の中でつぶやいた「みんなお兄様のためです」。 と、金はきっぱりと言った。あなたが、臆病者と言われているためなんです。侍でいて、臆病者と言われるようなもののところへは、嫁もくれはしないでしょうし、嫁にもらいてもないのは当然です。そう、お思いになりませんか先月も同じ、先々月も、その前も、定期的に、 何年も前から同じことを言われているように感じ、けれど、六兵衛はそんな毛振りも見せず、よく反省してみるように、死災らしく何かを見つめ、首をかしげた。そうだね。と、彼は用心深く言った。そう言われてみれば、言われなければわからなかったとおっしゃるんですか。いや、 そんなことはない。そんなことはないさ。自分だって、うすうす感づいていたんだ。うすうす感づいていたんですって。と、金は膝の上の拳を震わせながら言った。それなら、何かなすったらいかがですか何かを。そうよ。臆病者などという汚名をすすぐために。もう、 何かなすってもいい頃ではありませんか。そうお思いになったことはないんですか。自分でも時々そう思うんだが、六兵衛はため息をつきながら言った。なにしろその、道に落ちている財布を拾うというようなわけにはいかない問題だからね。お拾いなさいな、と金は言った。道にはよく財布が落ちているものですわ。 確かに、彼は、道に落ちていた財布を拾った。しかも、大変な財布を。ここで、返事録の記事を二三引用しなければならない。延響二年十月五日、江戸を立ち、同十八日五起乗三年牛の八月、将軍家重公御城落、同年、 よしえびわこくうさぎ狩りぎょしうさぎ狩りの時き、騒論あり。おかかえ武芸者、二刀貢献名は五郎太夫、小国日立義お蕎麦胡椒、加納平米を切って退散。加納は即死。ごきじとともに、うってのことをせいださる。 二等光景は剣術と半層の名人で、新規に三百石で召し出され、家中の者に稽古をつけていた。六尺一寸というたくましい体育に、目も口も鼻も大きかったらしい。特に鼻が目立っていたのだろうか、若侍たちは陰で鼻というあだ名で呼んでいた。狩場でどんな騒論があったのかはわからない。光景はちょっと酒癖が悪く、 暇さえあれば酒を飲むし、酔えば決まって乱暴をする。剣術と搬送の腕は紛れもなく第一級であり、稽古のつけ方も厳しくはあるが本筋だった。彼は三年前、江戸で犯行に見いだされ、二百国十人ぶちで国元へ来たが、三十一歳でまだ独身だったし、女に手を出すようなことはなかった。 俺の女房は酒だ。孔賢は常にそう言っていたし、よそ者には心を許さない土地の習わしで縁談を持ち出す者もいなかった。お抱え武芸者としては尊敬はされるが、人間同士の愛情やいたわりには触れることができない。それが犯行に見出されたという誇りと勝ちあって、次第に酒癖が悪くなったようであった。 狩場で斬られた加納平兵衛はおそばさらずと言われた故障で親兄弟は江戸屋敷にいた。犯行は激怒されすぐに追手をかけろと命じた。これは加納の家族とは関係がない。後見は俺に刃を向けたのだ上位打ちだと名目をはっきり決められた。後見は狩場から一度帰宅したがすぐに旅支度をして出て行った。 そして出て行くとき、彼は門弟の一人に向かって、これから北国街道を取って江戸へ行く。逃げも隠れもしないから追手をかけるならかけるがよいと言い残した。そこで誰を売ってにやるかという戦言になったが、相手が相手なのでみんな迷った。彼なら確かだというものも見当たらないし、私がと名乗って出るものもない。 だからといって一人の相手に人数を組んで向かうのは越前家の面目に関わる。どうすればいいかと果てしのない表議をしているところへ、双子六兵衛が名乗って出た。人々は長老されでもしたようにそっぽを向いて相手にしなかった。六兵衛は怯えたような顔で、唇にも血の毛がなく、 体は見えるほど震えていた。よほどの決心で名乗り出たのだろうが、名乗り出たという事実だけでもう恐怖に取りつかれている様子だった。よした方がいい。と一人が言った。帰り討ちにでもなったら恥の上塗りだ。だが他の者は同意を示さなかった。六兵衛が臆病者だという表は、家中に隠れもないことだし。 二頭貢献の耳にも入っているかもしれない。その臆病者が売ってに来たと知ったら、果たして貢献はどう思い、どういう行動に出るか。そう考えた一人が急に膝を打ち、そこにいる人々を目で招いた。金、いるか六兵衛は帰宅するなり叫んだ。来てくれ。 旅自宅だ。兄の居間へ入ってきた妹の金は、大きななりをして帰る早々、飯の支度だなんて何事ですかと言った。飯ではない、旅自宅だ。いよいよそうかとでも言いたげに、金は冷たい目で兄を見た。世間の嘲笑に耐えかねて、いよいよ退国する気になったのかと思ったようである。 そう、急がなくともいいでしょうと、金は言った。片付けなければならない荷物だってあるし、それに、荷物なんぞいらない六兵衛は妹の言葉を遮って言った。肌着と下帯が二三あればいいんだ。急いでくれ落ち着かない手つきで袴を脱ぎ、帯を解いている兄を見ながら、金は心配そうに、何かあったのかと聞いた。 あったとも、と六兵衛が言った。長い間のお命をすすぐ時が来た。五上位の売ってを仰せつけられたんだ。これを見ろと言って、脇に置いてあった宝書の包みを取って渡した。その表には、上位うちの首位とあり、中には、二刀貢献の罪状と、売って役双子六兵衛に便宜を与えてくれるように、ということが、 犯行の名でしたためてあった。犯行の名には、牧院と顔が記されているし、宛名のところには、同時初犯五郎食中と書いてあった。彼は顔色を変えた。二刀とはと彼は兄に問いかけた。あのお抱え武芸者の、二刀五郎大夫という人のことですかそうだ。 それに書いてある通り。と、六兵衛は裸になりながら答えた。あの二頭貢献だ。着物を出してくれ。とんでもない。金は震え出した。やめてください。そんな馬鹿なこと。あの人は、剣術と槍の名人だということではありませんか。六兵衛はそう聞くなり、両手で耳を塞ぎ、悲鳴を上げるような声で、着物を出してくれ。 旅時得を急いでくれと叫び、風呂屋の方へ走り去った。彼はその後を追って行き、やめてくださいと哀願した。相手は名人と言われる武芸者。あなたは県立の稽古もろくにしたことがない。帰り討ちになるのは知れ切っているし、そうなれば双子の加盟も耐えてしまうだろう。私がいつも不平や泣き言を言うので、 あなたはついそんな気持ちになったのだろうが、あなたに死なれるより、まだ臆病者と言われる方がいい。すぐにお城へ戻って辞退してください。これからは私も決して泣き言や愚痴はこぼさない。どうかぜひとも辞退しに行ってください。金は涙をこぼしながらそう口説いた。古屋で水を浴びながら六兵衛は、ダメだと言った。 これは私のためだと彼は言った。お前の泣き言でやけになったのではない。私も一生に一度ぐらいは役に立つ人間だということを証明してみせたいんだお兄様は殺されてしまいます。そうかもしれない。だが、うまくいくかもしれない。六兵は体を拭きながら言った。道場での試合なら別だが、こういう勝負には、 うん、不運がある。二刀貢健は名人と言われ、自分の腕前を信じているが、私は臆病者だと自分で認めている。この違いは大きいんだぞ、金。私はこの違いにかけて、うっての役を願い出たんだ。お兄様は殺されます。と言って、金は泣き出した。お兄様は、きっと帰り討ちになってしまいますわ。 たとえそうなったとしても、六兵衛は震え声で言った。この役は、五上位という名目だから、断絶するようなことはない。私はないと思う。お前に婿を取っても仮名は立ててもらえるだろう。必ず仮名は立つと私は信じている。私が悪いんです。金はむせび泣きながら言った。みんな 私が悪かったからです。お兄様堪忍してください。さあ、早くと六兵衛が言った旅支度を揃えてくれ、泣くのは後のことだ。返事録によると双子六兵衛は後見の後を追って3日目に追いついた。というところは、まっとう町の手前の畷道にかかったとき、六兵衛は後見の姿を見つけた。 背丈が高く、肩の張った骨太のたくましい体つきは、後ろから一目見ただけでそれと分かった。六兵衛は我知らず逃げ腰になり、口を開いてあえいだ。口を開かなければ喉が詰まって呼吸ができなくなりそうだったからである。心臓は太鼓の乱打ちのように高鳴り、膝から下の力が抜けて、 立っているのが精一杯という感じだった。待て、落ち着くんだと、六兵衛は自分にささやきかけた。まず、落ち着くのが肝心だ。向こうは、まだ気づかない。今のところはそれだけが、こっちの勝ち身だからな。彼は全身の震えを抑えようとし、幾度も唾を飲み込もうとした。震えは収まらないし、 口はカラカラで一滴の唾も出てこなかった。光景はゆっくりと遠ざかってゆく。大きな網傘をかぶっているが、その傘が少しも揺れないし、歩調は静かで、その一歩一歩が尺ではかったように等間隔を保ってい、乾ききっている道なのに足元からほこりの立つ様子もなかった。 武芸者もあのくらいになると、と六兵衛はつぶやいた。歩き方まで違うんだなあ。彼は感じ入ったように首を振り、そろそろ歩き出した。後賢はまっとうで宿を取った。六兵衛はそれを見定めてから同じ宿に泊まり、明くる朝、後賢が出かけるのを待って、後からその宿を立った。 孔賢と同宿しているということで、六兵衛はおちおち眠ることができなかった。どうすれば撃てるかといろいろと試案したけれども、これといううまい手段が思い浮かばず、ともすると、荒神様という言葉に引っかかった。何が荒神様だ。と彼は後賢の後をつけてゆきながら首をひねった。 こんなところへ何のために荒神様が出てくるんだ。二頭後健は金沢へは寄らず、北国街道をまっすぐに歩いていった。金沢城下は騒がしく、何やら物々しい警戒気分が感じられた。往来の者の話を聞くと、将軍家重が上洛するとのことで、怪しい人間の出入りを監視しているということであった。 将軍家の上落なら東海道であろう。こんなに遠い加賀の国で往来の者を警戒するなどとは馬鹿げたことだ。そう言って嘲笑う者もいた。孔賢が金沢城下を避けたのは、そんな騒ぎに巻き込まれたくなかったからであろう。将軍上落のことは、返事録に、遠京三年牛の八月と記してあるから、この時は、 七月から八月へかけての出来事と見ることができる。すなわち、新暦にすると成果のこで、北国寺でも暑さの厳しい時期だったに違いない。乾いた誇り立つ道を歩き続けながら、双子六兵は次第にうんざりしてきた。自分のしていることが馬鹿らしくなり、上位打ちという名目の空ら,らしさ。 そんなことで日頃のお命をす,すごうと思った自分の愚かさなどについて反省し、孔賢が仮場で可能を切ったのは、孔賢の個人的な理由があったのだろうし、この俺には関係のないことだ。そんなことを考えながら汗をふきふき歩いていると、突然後ろから呼びかけられた。おい、ちょっと待て。とその声は言った。貴様、 福井から来た売ってじゃないのか。六兵衛はぞっと草下立ちながら飛び上がった。飛び上がって振り返ると、二刀貢献が後ろに立っていた。その顔には見覚えがある。と、貢献は網笠の一端を上げ、冷ややかな刺すような目でじっと六兵衛を睨んだ。ああ、確かに覚えのある顔だ。貴様、売ってだろう。 俺の、この首が欲しいのだろう。六兵衛は逆上した。全身の血が頭へ上って、ほとんど失神しそうになった。人殺し六兵衛は我知らず、金切り声で悲鳴を上げた。誰か来てください人殺しです人殺しそして夢中で走り出し、走りながら同じことを叫び続けた。 どのくらい走ったろうか、息が苦しくなり、足もふらふらと力が抜けてきたので、もう大丈夫だろうと振り返ってみた。白く乾いた道がまっすぐに伸びてい、右手に青く海か湖の水面が見えた。道の左右は稲田で、あまり広くない街道の両側には松並木が続き、よく見ると、道の上には往来する旅人や、 馬を引いた百姓などがみんな立ち止まってびっくりしたようにこっちを見ていた。十丁ほど先で道が曲がっているのでおそらくまだそっちにいるのだろう。二刀剛健の姿は見当たらなかった。逃げるんだと彼は自分に言い聞かせた。今のうちに逃げるんだ早く六兵衛は激しく喘ぎながら 急ぎ足に歩いていき、やがて右手に松林のある丘を見つけると、慌ててその丘へ登り、松林の中へ入っていった。六兵衛は傘を脱ぎ、旅のうを取って投げると、林の下草の上へぶったおれた。はなかったと彼は荒い息をつきながらつぶやいた。もう少しで切られるところだった あいつが、後ろにいようとは思わなかったからな。いつ追い越してしまったんだろう。六兵衛は目を細めた。仰向けになった彼の目に差し交わした松林の小と、小の高い彼方に白い雲の浮いた青空が見えた。俺はとんまな奴だな、と六兵衛は思った。臆病な上に間が抜けている。 追いかけている人間を追い越したのも知らず、逆に後ろから相手に呼び止められた。へっ、いいざまだ。そんな風に自分を罵倒していると、不意に、荒神様のことを思い出した。そうか。と彼は眉をしかめた。子供の時の話だったか。幼い頃、母から戒められたことがある。 窓から外へ湯茶を捨てるものではない家の周囲にはいつも荒神様が見回っているから捨てたユチャが荒神様にかかるかもしれないしそんなことになると罰が当たるというのであった荒神様といえばとにかく神であろう神なら何事も見通しのはずであるのに 窓から捨てられる湯や茶がよけられず、引っ掛けられてから怒って罰を当てる、というのはだらしのない話である。荒神様が本当にだらしのない神であるかどうかはわからないが、神でさえ、不意に投げ捨てられた湯茶を避けられないとすれば、人間である貢献はなおさら避けることができないだろう。六兵衛は頭の中で、 無意識にそのことがチラチラしていたのであった。そうか。そんなことだったのか、バカバカしい。と彼は高い空を見上げたままでつぶやき、大きなため息をついた。そうだとすれば、追いかけている相手に後ろから呼び止められるなんて、俺こそ荒神様見たようなもんじゃないか。ふざけた話だ。 ふざけたような話だとつぶやきながら、六兵衛は自分の惨めさに涙ぐんだ。これからどうしよう。福井へは帰れないし、住職から与えられた路銀には限りがある。どこか知らない土地へ行って、人足にでもなってやろうか。そんな風に思いやぐねていると、国なまりの強い言葉で、人の話し合う声が聞こえてきた。 人殺しだって本当かと一人の声が言った。それで誰か殺されたのかうまく逃げた。と他の声が言った。お侍だったが、うまく逃げた。逃げた方が勝ちよ。相手はおめえ鬼のようなすごい浪人者で、十人や二十人は殺したような面構えをしていた。嘘じゃねえ。 往来の衆もみんな震え上がって、天然バラバラ逃げ出したもんだ。はぁ、あ、と初めの声が言った。おら、これから五条家まで行くつもりだが、その浪人者はまだいるだかえ。今頃は笠松の土橋あたりかな、と片方の声が言った。五条家へ行くのは一本道だ。危ねえからよしたほうがいいぞ。 そういうことなら急ぐようでもないから、今日はここから帰るとしよう。とはじめの男の声がいい。その二人の話し声は遠のいていった。街道で行き合った百姓たちであろう。あたりが静かだから、ここまで聞こえてきたのだろうが。十人や二十人は殺したような面構え。という言葉は、六兵衛の耳に突き刺さり、改めて、ぞっと身震いに襲われた。 だが、待てよ。しばらくして彼はそうつぶやき、高い空の一点に目を凝らした。だが待て、ちょっと待て。何かありそうだぞ。よく考えてみよう。彼の顔は仮面のようにこわばり、呼吸が静かに深くなった。彼は荒神様を押しのけた。 隙を狙うという策はダメだ。現にそれは失敗し、情けないほど惨めな玉をさらしてしまった。とすれば、この失敗を逆に利用したらどうか。人殺しという叫びを聞いて、土地の者が恐れ惑った。今、街道で話していた百姓も、城下まで用があってきたのに、そういう浪人者がいると聞き、 用事を捨てて引き返した。話を聞いただけで引き返した。聞いただけで。ただ話を聞いただけで。そうかと呟いて彼は上半身を起こした。俺は臆病者だ。世間には着物座った名人上手よりも、俺やあの百姓たちのような、 着物小さい臆病な人間の方が多いだろう。とすれば。そうだとすればとつぶやいて彼は微笑し。とすればという言葉をこれでもう三度も口にした。と自分を非難し、口を開いて声を出さずに笑った。その手だ。と彼は笑いあんでつぶやいた。 俺の臆病者は隠れもない事実だからな。今さら人の評判を気にする必要はない。よし、この手で行こう。双子六兵衛は立ち上がり、旅能を肩に傘をかぶって松林から出て行った。二刀後見はもうそこを通り過ぎていたが、 大きな編み傘と際立ってたくましい後ろ姿は、六兵衛の目にすぐそれと判別することができた。六兵衛は急ぎ足に追って行き、二十軒ばかり手前で足を緩めた。よしよし、そんな風に威張っていろ。と六兵衛は後見の後ろ姿に向かって呟いた。威張っているのも今のうちだからな。今に見ていろよ。 稲田に挟まれた道の右側に小高く丸い塚のようなものがありそこだけ一塊に松林が日陰を作ってい,いその日陰に小さな掛茶屋があったあの茶店へ入るなと六兵衛は思った後見はその茶店へ入り傘を脱ぎ旅能を置いて腰掛けにかけて汗をぬぐった ロクベはそれを見定めてから実験ほどこっちで立ち止まり大きな声で叫び立てた人殺しと彼は叫んだその男は人殺しだぞ越前福井で人を切り殺して逃げてきたんだいつまた人を殺すかわからない危ないぞロクベは 三度も続けて同じことを叫んだ。その叫びを聞いて、孔賢が立ち上がるのと同時に、茶店の裏から腰の曲がった老婆と四重絡みの女房が飛び出し、小高く丸い塚のような円球の方へ逃げてゆくのが見えた。黙れと孔賢がわめき返した。俺には、俺の遺書があって可能を切った。俺は逃げも隠れもしない。 北国街道を取って江戸へ行くと言い残した。売ってのかかるのは承知の上だ。貴様が売ってならかかってこい。勝負だ。六兵衛は後じさりしながら怒鳴った。そううまくはいかない。勝負だなんて、切り合いをすればそっちが勝つに決まっているさ。私は私のやり方でやる。この人殺し卑怯者 と、光賢はわめき返した。それでも貴様は売ってか勝負をしろ光賢は大股にこっちへ歩いてき、六兵衛は素早く後ろへ逃げた。逃げながら、人殺しと叫んだ。その男は人殺しである、そばへ寄るな。いつまた人を殺すかもしれない、危ないぞと繰り返し叫び立てた。 道には往来の旅人や、ところの者らしい男女がちらほら見えたが、六兵衛の叫びを聞き、後見の抜きんでたたくましい容姿を見ると、北から来た者は北へ、南から来た者は南へと、皆恐ろしそうに逃げ戻っていった。高賢は、勝負をしろと言って近づいてき、六兵衛は、人殺しと叫びながら後じさりをした。 卑怯者と孔剣は顔を赤くしながらわめきかけた。貴様それでも侍か貴様それでも福井藩のうってか私はこれでも侍だと逃げ越しのまま六兵衛が言った。上位打ちの少々を持ってお前を追ってきたうってだだが卑怯者ではない家中では臆病者と言われている。 私は自分でもそうだと思っているんだ。卑怯と臆病とはまるで違う。俺は売ってを買って出たし、その役目は必ず果たす覚悟でいるんだ。では、どうして勝負をしない俺が勝負をしようというのになぜ逃げるんだ勝負はするさ、と六米は答えた。ただし、私のやり方でだ。孔賢は、 じっと六兵衛の顔を見守った。何が彼のやり方かということを見極めようとしているらしい。六兵衛は歯を見せて笑った。それは人がいきなり恐怖に襲われた場合、叫び出す前に笑うような笑いではない笑い方であった。現に彼は笑うどころではなく全身で震え、額や脇の下に冷や汗をかいていた。 必ず役目を果たすって、おかしな奴だ、とコウは言った。いいだろう。俺は断じて逃げも隠れもしない。油断を見澄まして寝首をかくつもりかもしれないが、そんなことでこの俺を撃てると思ったら、大間違いだぞさあ、どうかなと言って、六兵衛はまた歯を見せた。それはわからないぞ、二刀コウそれだけはわからないぞ 孔賢は眉をしかめ、片手を振って茶店の方へ戻った。双子六兵衛は後からついて行き、十軒ほど手前で立ち止まり、孔賢の様子を見守った。孔賢は怒鳴っていた。茶を持って来いというのである。けれども、さっき腰の曲がった老婆と、その娘らしい四重絡みの女房とは、茶店の裏から逃げ出して行った。 貢献がいくらどなっても彼女たちが戻ってくる公算はない。続めて言えば、二刀貢献は一杯の渋茶もすすれないのである。それみら、とこっちで六兵衛が呟いた。いくらわめき叫んでも人は来やしない。お前は人殺しだからな。これからずっとそれがついて回るんだ。 くたびれるぞ。茶店の女たちはついに戻らず、高賢はやむなく、一杯の渋茶もすすらずに、その店を出て行った。その夕方、二頭高賢は、高岡というところで宿を取った。ここも天領で、松平淡路守十万石の所領に属する。六兵衛は後をつけて行き、高賢が宿へ入るなり、 表の道から「人殺し!」と叫んだ「その侍は人殺しだぞ!」と彼は高賢を指さしながら声いっぱいに叫び立てた「気に入らないことがあるとすぐに人を殺す剣術と槍の名人だから誰にも止めることはできないそいつは人殺しだ危ないぞ!」すすぎのたらいを持ってきた子女が タライをひっくり返して逃げ、店にいた番頭を一人を残して他の男や女の雇い人たちは皆恐る恐る奥の方へ姿を消した人殺しだと六兵衛はこっちから後見を指さしながら叫んだ「その侍は人殺しだ危ないから近寄るな危ないぞ!」高岡はさして大きくはないが繁華な町であり 言う時のことで往来する男女も多かった。それらが六兵衛の声を聞くなり、みんな自分たちの来た方へ後戻りをするか、急ぎ足で恐ろしそうに通り過ぎていった。卑怯者と言って、孔賢が表へ飛び出してきた。そんな汚い手で、俺を困らせようというのか女の腐ったような、卑怯未練な手を使って、貴様 それで恥ずかしくはないのかちっともと言って六兵衛はゆらりと片手を振ったあなたには剣術と槍という武器がある私には武芸の才能はないだから私は私なりにやよりしようがないでしょうあなたの武芸の強さだけがこの世の中で幅を利かすどこでも威張って通れると思ったらそれこそあなたの言ったように 大間違いですよ。わかるでしょちょっと待てと孔賢が言った。すると貴様、これからもずっとこんなことをするつもりか六兵衛はうなずいた。いかにも、さようというふうに、双子六兵衛は大きくうなずいた。そんなことは続かないぞと孔賢は同情するように言った。 蝶人や百姓どもなら、貴様の言葉に震え上がるかもしれない。だが侍は違う。侍には侍の道徳がある。貴様の卑怯なやり方に、加勢する者ばかりはいないぞ。試してみよう。と六兵衛は逃げ腰になったままで答えた。いざとなれば上位打ちの少々を出してみせるからね。それに、 侍にだってそう武芸の達人ばかりはいないでしょう。大抵は私のように臆病な殺傷沙汰の嫌いなものが多いと思う。私はそういう人たちを味方にするつもりなんだ。孔賢は顔を赤黒く土壌させ、拳を上げて、卑怯者卑怯者侍の風上にも置けない未練者 などと罵ったあんまり語彙は多くないと見え同じ言葉を繰り返し怒鳴り続けた。六兵衛は用心深く後じさりしながら「人殺しお前は人殺しだ皆さんこの男は人殺しですよ!」とわめきたてた。道には往来の者が多く六兵衛の声を聞くなりそれぞれが元来た方へ駆け戻っていった。 彼らの足元から舞い上がる土ぼこりで、道の上下はしばらく灰色のもやに覆われたようであった。卑怯者と、光賢が刀の束に手をかけて怒鳴った。貴様が売ってなら、勝負をしろ勝負と言っても、こっちに勝ち身のないことはわかっている。六兵衛はまた後じ去った。 私は私の流儀でやるつもりだ貴様それでも武士かどう思うとそっちの勝手だ私は私のやり方で役目を果たすよ見下げ果てたやつだコウは道の上へ唾を吐いた。福井には貴様のような卑怯者しかいないと見えるな人殺しよりはマシだろう とにかく油断は禁物だということを覚えておくんだね高賢は追いかけようとしたがそれより先に六兵衛が逃げ出したその動作の敏速なことと逃げ足の速いことは驚くばかりであり高賢はすぐに追いかけるのを諦めた「そうだ思い出した」と高賢はつぶやいた「あいつは確か双子なんとかという。 福井家中に隠れもない臆病者だ。あんな男をうってに起こすなんて、福井の人間どもは、どういうつもりだろう。どういうつもりもない。うってを願い出たのは、彼だけだったということを、あなたはすでにご存知のはずである。そして、これは、深い企みや計画されたことではなく、 あの丘の松林の中で聞いた二人の百姓の話から思いついた方法であり双子六兵衛にとってその他に手段はないのであった。孔賢が掛け舎へ入れば六兵衛は道の上から人殺しと叫ぶ。その男は福井で人を殺してきた。いつまた人を殺すかもしれない。その男のそばへは近寄らない方がいい。 その男は人殺しだ。用心しろとあめきたてる。まず茶店にいた客たちが銭を置いて逃げ出し、次に茶店の者たちが逃げ出し、孔賢は一杯の渋茶にもありつけず、六兵衛に悪行雑言を浴びせながら茶店を出て行くという結果になるのであった。宿屋でも同様で、孔賢が店へ入ろうとすると同じことを叫ぶ。 大抵店の者に断られるが、強引に泊まり込む時もある。そうすると、彼もその宿に泊まって、明くる朝のことを頼む。あの侍が出立するときは起こしてくれと頼み、一晩中こちらから怒鳴り立てる。十番に泊まっている侍は人殺しですよと、ある夜は叫び続ける。あの侍は人殺しです いつ何をしてかすか分かりません。みなさん、気をつけてください。あの侍に近寄ると危ないですよ。コウが飛び出してくると、六兵衛は素早く逃げ、逃げながらも叫び続ける。そらあの通り、あいつは人殺しです。見境もなく人を殺す男です。みなさん、用心をしてください。すると、 道を行く人たちは逃げ、店屋は慌てて王道を閉めるのであった。高賢も手をつかねていたわけではなく、物陰や藪や,や雑木林に隠れて、六兵衛の不意を襲おうと幾度か試みた。けれど、一度も成功しなかった。臆病者の六兵衛は、あくまで慎重であり、用心深く、ほとんど捕まえたと思ったときでも、 後見の手を巧みにすり抜けて逃げた。まるで素人がうなぎをつかみでもするように、するすると後見の手をすり抜け、風のように素早く逃げてしまうのである。ある宿屋では、逃げ出した老人がびっこを引きながら、自分の右足の膝には軟骨が出ていて、医者にかかってもよく治らない。だからよく走れないのだが、どうか切らないでもらいたい。 と泣き泣き愛想しながらよたよたとよろめいていたという悲しい景色もあったそして高岡というところへ来た時意外なことが起こった高岡は富山松平家十万石の所領であり城下町の富山よりも落ち着いた静かな風格のある町だった高県は本通りの松林一兵衛という宿に泊まり 六兵衛もよく見定めてから同じ宿でわらじを脱ぎ特に帳場の脇のあん部屋に入れてもらったそれから例によって夕食を運んできた女中に貢献のことを聞くと二階の梅にいること今風呂から上がって酒を飲んでいること向こうでも六兵衛を気にしていることなどを詳しく話した そこで彼は女中に心づけを弾み、その侍は大悪人であり、自分はうってとして追っているものだ。もしかすると、隙を見て逃げ出すかもしれないから、よく見張っていてくれと頼んだ。女中は承知をし、どんなことがあっても見逃しはしない。と力んでうなずいた。夕食の後、六兵衛はざっと湯を浴び。 汗臭い着物に、埃だらけの袴やキャハンをつけて、半時ばかり横になって眠った。長くは寝ていられない。あいつを休ませるばかりだからな。俺の勝ちみは、あいつをヘトヘトにさせることだけなんだぞ。眠りながらそんなことを思っていると、誰かに呼び起こされた。六兵衛はびっくりして飛び起き、どうした何かあったのかと聞いた。 さっきの女中が何か知らせに来たものと直感したのであるが、そうではなくて、十七八と見える美しい娘が彼を見下ろして立っているのであった。娘はほっそりした小柄な体で、おもながな顔に目鼻立ちのはっきりした、六兵衛にとって生まれて初めて見るような美しい姿をしていた。けれども、娘の表情は、 怒っときの妹の彼のそれとよく似ている。彼には美人だなという感想よりもこの娘は怒っているなという感じの方が先に来た。まああきれた。娘は安んの日を明るくし、六兵衛の様子を吟味するように見ていった。あなたはいつもそんな格好で寝るんですかそんなことはない。六兵衛は首を振った。 人間誰だっていつもこんな格好で寝るわけにはいかないでしょう。それともあなたにはできますか私は女中のさくらから事情を聞きました。娘は彼の言葉などを聞き流していった。あなたはうちの2階にいるお客を闇討ちにしようとしているそうですね。六兵衛はちょっと考えてから反問した。それはどういうことですか 聞いているのは私の方です。私は闇討ちをしようなんて考えたこともありませんよ。その格好で、と娘は六兵衛の着ているものを指さした。女中に金を握らせて、二階にいる客を見張らせるなんて、それが正しいお侍のなさることでしょうか。これには司祭があるんです。 娘は座って膝へきちんと両手を置いた。伺いましょう。娘は言った。私はおようと言って17歳ですが、両親に亡くなられた後3年もこの宿の女主としてやってきました。その間にいろいろなことも経験し、男女のお客も見てきています。話すことが真実か。 でたらめなこしらえ事かどうかくらい見分け聞き分ける力は持っているんですから「妹の金と同じだな六兵衛はそう思い額の汗を手の甲で拭ったすると妹の「兄さんが臆病者だから自分のこの年まで縁談一つなかったのだ」という思い詰めた言葉と真剣な顔つきが思い浮かび その階層に消しかけられるかのように、六兵衛は大きくあぐらをかいて座り直した。よろしい。と彼は言った。これから私の話すことが、あなたにとってどう判断されるかわからない。だが、私はそんなことを抜きにして、正直に自分の立場を話す。そして彼は語った。たぶん こんな17歳の小娘などには理解してもらえないだろうと思いながら、これまでの行くたてを詳しく語った。彼にとっては思いがけないことだが、娘は話をよく理解してくれた。彼女は涙ぐみ、呼びに来た女中や番頭を追い返して熱心に聞き、六兵衛が打ってを願い出たところでは、目頭を押さえて涙をこぼしさえした。 さあ、言ってください。話し終わって六兵衛が娘を見た。これで話は全部です。あなたはこの話を信じますか信じませんかあたしが悪うございました。と言って、娘はむせび上げた。勘忍してください。疑ったりして申し訳ありませんけれど。その代わり、あたしもお手伝いをさせていただきますわ。 六兵衛は不審そうに娘の顔を見、娘のおようは彼の方へ膝ですり寄った。おようは番頭に後のことを一切任せ、旅自宅で六兵衛と一緒に高岡を立った。土地では古い宿と見え、旅切ってもすぐ手に入ったし、旅費の金もたっぷり用意したらしい。そんなことよりも、 お手伝いというのがさらに現実的であり、大きな効果を上げた。これまでは六兵衛一人で追い詰めてきたのだが、高岡からは、おようという交代者ができたのだ。すなわち、六兵衛が休んだり眠ったりしているとき、おようが代わって、人殺しと叫び立てるのである。その侍は人殺しですと彼女は後見を指さして叫ぶ。 越前の福井で人を殺して逃げたんです。いつまた暴れ出して人を殺すかもしれません。皆さん用心してください。そうして十分に休息し、眠りたいだけ眠った六兵衛がおように変わるという仕組みであった。これは後賢にとって大打撃であった。彼は竹茶屋にもよれず、宿屋でゆっくり眠ることもできなかった。 人殺しという叫びを聞くと、茶店の者は逃げてしまうし、宿屋でも相手にしない。客が満員だからとか、食事の給仕をする者も6人いない。泊まり客たちが逃げ出すのは言うまでもないし、宿の者や雇い人たちも近寄ろうとしないのであった。こちらの二人は悠々としていた。私、本当のことを言うわ。 おようは娘らしい品を作りながら言った。あたしの本当の名は「おとらって言うんです。兄が一人、姉が一人。小さい時に死んだものですから、この子は丈夫に育つようにってつけたんですって。よくある話ですよ。だって嫌だわ、おとらだなんて。おようは花柱にしわを寄せた。ですからあたし自分で名を選びましたの。はじめにつけたのがおゆみ。 それも気に入らなくって次は花。それから咳。去年まではさよって言ってましたの。そしてお洋さんですか。昔のお友達に同じ名のしとやかでおとなしい人がいたんです。しとやかでおとなしいとね。いやだわ、お洋は赤くなった。そういうお友達がいたって言っただけですのよ。 その他もろもろのことで二人の話は次第に柔らかく親密になっていったが、六兵衛がそんなことで役目を忘れたなどとは思わないでいただきたい。現に富山城下へ着いた時のことだが、後見が宿屋へ入ろうとするのを見て、当番だった六兵衛が例の通りわめき出し、宿の前は怖いもの見たさの群衆が遠巻きに集まってきた。すると、 町方よりきと見える中年の侍が、同心らしい二人の男を連れて現れ、六兵衛の前に立ちはだかった。ここは松平淡路の神様十万石の御城下であると、その中年の侍が言った。かような時刻に町中で人殺しなどと叫び立て、往来の者を脅し騒ぎを起こすとは不届きな奴だ役所まで同行しろ 越前の言葉も鉛がひどい。だが、富山の言葉はもっと鉛がひどいので、正確なところは解釈しにくかったけれども、大体な意味だけは推察することができた。そこで、六兵衛は事情のあらましを語り、上位打ち主衣を出して、その中年の侍に読ませた。これは、これは。 その中年の侍は読み終わって風へ入れてから参拝して主衣装を彼に返し、これは誠にご無礼、と急に態度を改めた。かような司祭があるとは少しも知らず、失礼をつかまつった。その中年の侍は古風な育ちと見え、 道に転がっている石ころのように古臭い決まり文句で長々と阿び陀を並べ、自分の思い違いを悔やんだ。六兵衛にはその半分もわからず、この男は正真正銘の田舎侍だな、などと思いながら聞いていた。かように被災がわかった以上、と中年の侍は続けた。我が藩としても、教主傍観はできません。 すぐさま、奉行所の人数を繰り出して、この宿の見張りをさせましょう。あなたは、ゆっくり休息してください。その武芸者に、何かあったら、即刻お知らせをします。宿は、この向こうの田川がいいでしょう。宿賃の心配は無用。他に何か希望があったら、それも聞いておきましょうと、念のいった親切ぶりを見せた。 あなたに伺いたいことがあるんだけれど、と田川屋へ泊まってからおようが言った。こんなことを伺うのは失礼かしら。宿帳にはこれまで通り兄弟と書いたので、二人は八条の座敷に屋グを並べて寝ていた。聞いてみなければわからないなあ、と六兵衛は答えた。もっとも何を聞かれるかはおよそ見当がつくけれどね。 あら、ほんとおようは枕の上で頭をこっちに向け、つぶらな目を見張った。そんなら何を聞くと思ってああ、<laughs> <laughs> と彼は曖昧な声を出し、それからため息をついていった。<laughs> 多分、私には上位打ちができないだろうということじゃないかな。そのことなら心配はしていません。 今度は六兵衛が振り向いた。ええ、そうよ。と、おようは彼に微笑して見せた。女が心から信頼する男にだけしか見せないようなにおやかな微笑であった。光憲って言うんですかあの人はもう疲れ切って身も心もクタクタになっています。今なら私にだってやっつけられますわ。そうはいかない。 武芸の名人ともなれば、いざという場合になると、びっくりするように変わるものだ。びっくりするようにね。と言って、六兵衛は深い吐息をついた。あいつを仕留めるにはまだ相当に二数がかかるよ。私が伺いたいのは、そんなことではないんです。と、洋が言った。思い切って言いますけれど。 はしたない女だと思わないでください。彼は、そんなことは思わない、と答えた。肝心の話に入るまでの男女の問答は、およそ門切り型であるし、退屈しごくなものと決まっているようだ。そこでその部分をはしょって本題に入ることにしよう。あなたには、もう奥様がいらっしゃるんですかとおようが聞いた。私にですか。 と、六兵衛は驚いたように問い返した。私が隠れもない臆病者だということは、初めての晩に話したはずです。そのため、妹は二十一にもなるのに、縁談もない。そんな人間のところへ来るような嫁がありますか。では、結婚なすったことは一度もないんですのね。六兵衛は黙ってうなずいた。でも とお好きな方の二人や三人はいらっしゃるんでしょさてね彼は恥ずかしそうに天井を見た家中随一の臆病者と小さい自分から言われ同士でしたから美しい娘を見ても急いで目をそらしたり逃げ出したり私にはこれまで好きな娘なんか一人もいませんでしたよ ずいぶんバカなご家中ね。何も武芸に強いばかりがお侍の資格ではないじゃありませんか。世間ではからかう人間が必要なんですよ。と六兵衛はまたため息をついた。誰にも真からの悪気はないんだと思う。よそのことは知らないが、どこでも一人ぐらいは臆病者と呼び、そう呼ばれても怒らないような人間が必要なんだと思います。 それであんた、思わずはしたない呼びかけをしておようは赤くなった。どうしてもあの人を打つ気なんですかさもなければ妹は一生嫁に行けないんですからね。あなたのことはどうなんですか私の何がですお嫁さんのことよ、とおようが探るように聞いた。 上位うちが守備よく行けば、あなたにもお嫁さんに来る人がたくさんあるんでしょ六兵衛はちょっとのま考え、それから枕の上でそっと首を振った。そうは思いませんねえ。と彼は陰気な口ぶりで言った。臆病者というのはこの私です。妹は嫁に行けるかもしれないが、 臆病者と呼ばれてきたのはこの私です。一度ぐらい手柄を立てたところで、生来の臆病者の名が消えるわけじゃありませんよ。おうは考え込んだ。この宿のどこかで、にぎやかに生やしたり打ったりするのが聞こえ、床下で泣く虫の声が聞こえた。ねえ。としばらくしておうがささやいた。 もうお眠りになって。いや、目は覚めてます。六兵衛は具合悪そうに答えた。実は女の人と同じ部屋で寝るのは初めてのことだし、私は寝相が悪いので、それが心配で目が冴えてしまったらしい。けれど、もう少し辛抱すれば眠れるでしょう。ねえ。と、駆けやぐで口を隠しながら、 おようがささやき声で言った。あたしをお国へ連れて行ってくださらないかしら。だ、だって、と彼はどもった。だってあなたは松葉屋の娘主という大切な責任を背負っているんでしょう。あれは番頭の吉七と女中頭のお公に任せてきました。 あの二人にはもう子供もあるんです。私にはよくわからないが、詳しいことは後で話しますわ。と言って、おようはこびた微笑を浮かべた。今は、私をお国へ連れて行ってくださるかどうかが伺いたいんです。六兵衛は唾を飲んだ。いいですとも。あなたが、 そう望むならもちろんいいですよ証拠を見せてくださるどうすればいいんですかあなたはじっとしてればいいのと言っておようは起き上がり安んの火を吹き消した後見二頭五郎太夫は精婚が尽き果てた 宿へ着けば「人殺し」という叫び声で客は出て行ってしまうし宿の者も逃げ出してしまう。富山松平藩から通報でもあったらしく至る所に番士が見張っているし街道の掛け茶屋さえ例外ではなく空腹に耐えかねて店の品をつまみ食いすれば代価を置いてゆくのに「泥棒」とか「食い逃げ」などとあめき立てられた。 しかも、初めは売ってが一人だったのに、今は娘が加わって二人になった。片方がのびのび寝ているとき、片方が起きていて、人殺しと叫び続ける。その声を聞くと、そこまで食前を運んできた宿の女中が、その食前を持ったまま逃げてしまうのであった。越中富山から小野山峠を越えて、道は信濃へ入る。 中には天竜川を下って東海道の見附へ行くものもあるが大抵は中山道を選ぶのが常識だったらしい。二等高賢は後者の道を選んだのであるが諏訪湖へかかる前に骨の髄からうんざりし飽き果ててしまった。名の知れない高山が遠く左にも右にも見え周りは一面の稲田であった。 その道端の一所ととに松林で囲まれた三尺ばかり高い大地がある。光賢はそこへ上がって行き、大きな網傘を脱ぎ、旅能を投げ合って大きな吐息をついた。街道の彼方には旅装の男女が二人。言うまでもないだろうが、双子六兵衛とおようの歩いてくる姿が見えた。もう。 たくさんだと光賢はつぶやいた「もうこの辺りが決着をつける時だ」彼は頬がこけ不眠と神経緊張のために目は充血し唇は乾いて白くなっていたそれに反し街道を歩いてくる二人はみずみずしいほど世気にあふれていた どういうことがあったのか筆者の私にはわからない。六兵衛もそうだがおようの方は特にウキウキした様子で絶えず六兵衛に素早い流し目をくれたり何か言っては優しく肘に触ったりそっと柔らかくついたりした。彼らはまるで本来の使命を忘れたかのようにその台地の前を通り過ぎようとした。 そこで、孔賢は立ち上がり、俺はここにいるぞと呼びかけた。二人は仰天した様子で、娘の方はすぐさま、人殺しと叫び出した。やめろそれはもうたくさんだと言いながら、孔賢は大地の橋へ出てきた。そこの、双子何がし、とかいう男、貴様、 俺を上位打ちに来た男だと言ったな。六兵衛は黙って頷いた。俺は、初めから逃げも隠れもしないと言ってある。と、貢献は続けた。貴様も侍なら、どうして勝負をしないんだ。今、ここでもいいんだぞ。こんな、茶番芝居見たようなことには、うんざりした。 勝負をしろそれはダメだ六兵衛は唇を舐めてから答えた。私とお前さんでは勝負にならない。私の方でも初めから言ってあるはずだ。私は私のやり方で上位打ちをするほかはないんだ。貴様、それでも、武士かそれは前にも聞いたよ。しかも 恥ずかしくはないんだな。六兵衛は頭を左右に振り、ちっともと言った。私はもともと臆病者と定評のある人間なんだ。今更何と言われようと恥ずかしがることは、これっぽっちもないさ。どこまでつけてくる気だそれはお前さん次第さ。と言って六兵衛は歯を見せた。お前さんがへたばるまではどこへでもついていくよ。 ロギンは余るほどもらってあるからね。貴様は、ダニのようなやつだ。人間じゃないぞ。福井へ帰ったらそう言いましょう。と、六兵衛は逃げ腰で答えた。きっと、みんな喜ぶに違いない。勝負はしないのかそちら次第です。念には及ばないでしょうがね。これは嫌だ。飽き果てて、うんざりして。 生きているのさえ嫌になった。と言って、孔賢はそこへ座った。腹は減りっぱなしだし、眠れないし、寝ても覚めても人殺し人殺し。しかも尋常に勝負をしようとはしない。こんな茶番狂言には飽き飽きした。俺は、ここで腹を切る。孔賢は、 着物の襟を左右に広げ、脇差しを抜いた。ちょっと六兵衛は片手を差し出した。それはちょっと待ってくださいなんだとそうそっちのお手盛りで片付けられては困ります。お手盛りとはなんだお前さんの勝手にことを片付けられては困るということです。と六兵衛が言った。ここに、 私という打ってがいるんですからな。だが、刀を抜いて勝負する気はない。そうだろう。それが私の罪ですかとでもいう風うに、六兵衛は肩をすくめた。俺は謝った。後賢は神戸を垂れ、心底を後悔した人間のような調子で、しみじみと言った。俺も謝ったし。 世間の考え方も誤っている。俺は故郷の日立の在で何代も前から和尚寺という寺の住職をしてきた。だが、俺はそんな田舎寺で一生終わる気にはなれなかった。都へ出て人にも知られ、あっぱれ古今に稀なる人物と世間からもてはやされるような人間になりたかった。日立は もともと武芸の盛んな国だし、名人上手と言われる武芸者を多く出している。名を挙げるには武芸に限ると考え、自分もその道で天下に名を売ろうと思い、数え切れないほど達人名人と言われる人の教授を受けた。だが、それらはみんな間違っていた。と後憲は言い続けた。 武芸というものは、負けない修行だ。強い相手に勝ち抜くことだ。強く、強く、どんな相手をも打ち負かすための修行であり。俺はそれを学び、ほとんどその技を身につけた。一善行に見出されたのも、その俺の武芸の非凡さを買われたからだ。けれども、 今度のことで俺は知った。強い者に勝つのが、武芸者ではないということを。まあまあ、と六兵衛が言った。そんな風に、いきなり思い詰めないでください。いきなりだ後賢は憤然と言い切り立ったが、すぐにまた神戸を垂れた。そして垂れたままで、その神戸を左右にゆっくり振った。 いやこれはいきなりとか、この場の思いつきとかいうもんじゃない。そんな軽薄なものではない。俺は今度初めて知ったのだが、強いということには限度があるし、強さというものには、それを打ち砕く方が必ずある。俺には限らない。古来から兵法者、武芸者は皆強くなることを、 強い相手に打ち勝つことを目標に学び、それが最高の修行だと信じている。しかし、それは、間違いだ。そこで、また光景はゆらりと神戸を左右に揺すった。くどいようだが、それが誤りであり、間違いだということを、今度、初めて知った。 あなたはそれをもう幾度も言い続けていますよ。何百遍でも言い続けたいくらいだ。後見は抜いた脇差しのギラギラする刀身を見つめながら、あたかも自分を叱るように言った。強い者には勝つ法がある。名人上手といわれる武芸者は皆そうだった。宮本武蔵などという人物もそんな風だったらしい。 だが違う強い者に勝つ方は必ずあるそういう工夫はいくらでもあるがそれは武芸の一面だけであって全部ではないそれだけでは弱い者臆病者に勝つことはできないんだ六兵衛は恥ずかしそうに横目でちらっとおようを見たどんなに剣道の名人でも と、貢献は続けていった。お前のようなやり方にかなう方、それを打ち砕くすべはないだろう。俺は諦めた。もうたくさんだ。俺はここで腹を切る。だから、貴様は俺の首を持って越前へ帰れ。それはと六兵衛が聞いた。それは 本気ですか孔賢は抜いた脇差しへ、懐紙を出して巻きつけた。六兵衛は慌ててそっちへ行き、台地の下のところで立ち止まった。ちょっと待ってくださいちょっとと六兵衛は言った。あなたは、本当にそこで自害なさるつもりですかそうだ、と孔賢が答えて言った。それとも、 お前が俺と勝負をするかだ。六兵衛は首を振り手を振った。そうだろう後賢は頷いた。そうだとすれば、俺はもう勝腹する他に手はない。お前たちが交代でどこまでもついてきて、暇もなく人殺し、人殺しと叫ばれ。 めしもろくさま食えないような旅をつづけるより思い切って自害する方がよっぽど安楽だからなあ。「ちょっと待ってください」と言って六兵衛はおようをふりかえりそれからまた「ちょっと待ってください」と後見にあごへ手をやって首をひねりまた首の後ろをかいたりした。ではこうしましょう。 と、六兵衛は商談を持ちかけでもするような口ぶりで言った。この気候では、越前まで首を持って行っても、腐ってしまう。とすれば、首を持って行ってもしようがないし、だからといって、何も持って帰らないわけにもいかない。そこで相談なんだが。生きたまま連れ帰ろうっていうのか。六兵衛は首を振った。そうじゃない。 怒られると困るんだが、お前さんの元取りを切ってもらいたいんだ。元取りとは、と言って、孔賢は自分の頭を押さえた。これのことか。その通り、と六兵衛は頷いた。元取りを切られるということは、侍にとって最も大きな屈辱だとされている。少なくとも我が藩では古い昔からそう言われてきたし。 私もそう言い聞かされてきたものだ。だから、どうしろって言うんだ。すまないが、と六兵衛が言った。その元鳥を切ってくれ。それを首の代わりに持って帰る。元鳥が首の代わりになるのか。生首は腐るからな、と六兵衛が言った。それに私は人を殺したり、自害するのを見たりするのは少ないんだ。 返事録をまたここで引用するが双子六兵衛は上位打ちを守備よく果たしおまけに嫁まで連れてきたしその高い評判によって彼の妹の彼女も中野中老の息子大八郎とめでたく婚姻の運びになったとある筆者である私としてはこれ以上もはや何も付け加えることは ないと思う。